自業自得な試合のレビュー、始まるよ。スタメンがこちら。リーグ戦との違いはアザール、ゲレイロに代わってヘイニエル、シュルツが出ていること。間違いなくランクダウンな変更です。でも怪我とコロナによるものだからしょうがない。スポルティングは申し訳ないがよくわからない。試合はドルトムントが保持してスポルティングがプレスをかける展開に。スポルティングが保持した時はドルが 4-2-3-1 プレスで3バックに同数でプレス。スポルティングも細かくつなぐ気もなかったようで、ロングボールでの単発な攻撃が多数。ドルトムントが保持をする時間が長くなりました。で、スポルティングは 5-2-3 の非保持。以前の対決でもそうでしたが、右サイドバックを開け気味の形。左サイドバックにゲレイロっていうテクニックに自信に気がいるので、そこを警戒した配置なのでしょう。この日は出場しませんでしたが、試合前にそれがわかるわけがないので納得できる采配です。ちなみにムニエにボールが出たら、ウバが前に出て圧をかけます。対してドルトムントはアイセルとベリンガムが3トップの間に立ち保持の起点に、そこを警戒して横幅を狭くすればムニエとシュルツに時間が与えられ、ビルドアップが容易に。これで簡単にボールを奪われる状況になりませんでした。崩しでは左サイドが活躍。ブラントが大外に張りシュルツが上がることで、ウバに前後の数的優位を作ることに成功。これでシュルツが守備ラインの裏を取ることに成功し、いいクロスを上げられていました。残念なのはこれ以外の攻め手がなかったこと。ヘイニエルはセンターハーフの間に立って彼らが横に広がることを防ぎました。これはまあいい。問題はそれ以外。ロイスは右ハーフスペースに立つけれどインサイドバックに捕まっている。マレンも左ハーフスペースに立って同様に捕まっている。ベリンガムが前に出て数的優位を作ろうとしますが、縦でなく横で作ったのが惜しいところ。これだとセンターハーフもしくはセンターバックで対応可能になります。左大外のように裏を使うことができず、有効な手立てとはなりませんでした。てなわけで崩しが一つしかないため、ドルトムントが優位に試合を進めていたとは言えない状況。で、スポルティングが先制点をゲット。シュルツが浮き球処理をミスしたのが大きかったです。とはいえそれを起こした要因として、スポルティングの狙いがあって、ウバの位置を低くして、ドルのサイドバックを釣る狙いがあったんです。サイドバックがプレスに来るまでの時間を稼ぎ、パスやドリブルでそれをかわす狙い。レースなんかはそれでムニエをドリブルでかわす場面が何度かありましたね。サイドバックがそれを嫌って早めに前に出たら、センターバックとの間を浮き球で狙う。シュルツのミスも、ウバに向かおうとした直後にポングラチッチとの間を浮き球で狙われたもの。前に出てから後ろへ走らなければいけなかったので、無理な体勢での処理を迫られたことはミスの大きな要因となったでしょう。とはいえしっかり処理してくれよと思いましたがね。もしくは、万全の体勢で跳ね返せるポングラチッチに任せちゃった方が良かったですね。さて、この試合で勝利が欲しいドルトムントは失点後に攻撃で修正を加えます。ロイスとブラントの位置を変更。これが大失敗。時たま前述のような縦の数的優位を作る形ができて、5バックの裏を取ることに成功します。が、狙ってそれをやっているかといえば微妙なところ、明確にあった左大外でのチャンスメイクがなくなって、ラストパスを出す場面が少なくなりました。で、カウンターから2点目を手にしたスポルティング。ドルトムントが左サイドで崩しきれず、奪われたところから起きたのは偶然か否か。で、後半、シュルツに代わってイムレジャンを投入。何が狙いの投入やねん。左の崩しに貢献した2選手をなんでわざわざ左から遠ざけるの。シュルツと違う動きを見せるかと思えば、そんなこともなく元気に大外を走るジャンの姿がピッチに、少なくとも、シュルツよりチャンスを作れたという風には見えませんでした。で、そのジャンが赤髪をもらい退場。修正をかけたところからことごとく試合が壊れているのは、悲しくて見てられませんでした。数的不利な状況で2点差を追い上げるなんてことは当然無理な話で。PK でさらに失点を重ねたドルトムント。終わり際に意地の得点こそありましたが 1-3 で敗戦。5年ぶりにチャンピオンズリーググループステージで敗戦となってしまいました。まあなんというか負けるべくして負けたと言いますか。
グループステージで敗戦も妥当な結果と思っていまして、リーグ戦こそ割といい成績は収めていますけど、保持がこの力頼みなところありますし、ずっとそれで苦労し続けていますし、相手の守備ブロックを崩す際、ビルドアップにしても崩しにしても、なんでその形なんてことが多かったですからね。それで危うく負けかけた試合、何回もありましたし、チャンピオンズリーグではこの力でそれが埋めきれず、アヤックス戦から3連敗をしたってことでしょう。この試合でもブラントの移動で左サイドの崩しを破壊し、シュルツをジャンに変えて攻撃力を落とすという。なんで自チームに2段階攻撃食らわせているんだよと。シュルツは怪我から復帰したばかりって事情はあったのかもしれませんが、ジャンを使うにしても大外を走らせるやり方は違うだろうと。このまま選手の能力を活かしきれない戦いが続くと、リーグ戦でも勝てなくなる気がするんですよね。ドイツでは格的にボールを持つ側のチームなわけですし、そうなると選手が監督についてきてくれなくなっちゃうでしょう。選手はいいのに勝てないってことは、使う側に問題があるわけですから、成績が残せなくなり、選手から反発を食らい、チームが崩壊。なんて事態になる前に、アタッキングサードでの改善を期待したいと思います。そんな感じで今回はここまでです。またレビューを上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。